演武開演。どうも、本日はこちらローソンのスコーン豆乳&ドライフルーツを使います。ではいただきます。なるほど、確かに違いますね。こちらはこちらで、コーンの生地を噛んだ瞬間に牛乳とはまた違う豆乳のまろやかで優しい風味が口の中に広がります。そこにドライフルーツの酸味も入って美味しいのですが、もうちょっと食感も欲しかった気がします。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。